再びお疲れ様です、また遺跡のとこに来てます、まあ、駐車場が近くにあるとやっぱり楽なんですよね、まあ、だいたい歩くと10分ぐらい片道ね、往復20分ぐらいかな。遠いと片道30分ぐらいかかりますから、やっぱきついですよ本当に。まあとにかくもう4月はすぐということで、なかなかプレッシャーです。で今週の、6日かな、金曜日に、1日仕事があって、でその次の週の火曜日からまた普通に始まってしまいます。もうストップは効きませんので、あなかなか大変だ。今ネットの方でね、なんだっけ、ワクチンとか、後遺症とかいろいろツイッターでも載ってます。まあ、厚生労働省の国家公務員くんは打ってないみたいですね。まあでしょうね、知っててやってると思うし、ぬるま湯公務員は何やっても逮捕されないしクビにならないし、まあ見た感じ、まあ公務員らしい面してますよ。まあそれでも日本人はね、公務員の味方をするので、で知ってますが、まあそこら辺もね、検索していこうかなと、この指なも思います。じゃあやりましょうか。レッツドゥディス。今日も10分ぐらい動画を撮って、帰ろうかなと思います。まあ、若者の応援団ということで、2015年ぐらいから子供の未来に投資をするという方針で、活動の方法をしています。まあ、さっき元職員の方で喋りましたが、基本的には子育て支援と、あとは企業家支援、この2つに力を入れて、頑張っていきたいなと思います。まあ本当に日本の平均賃金、かなり他の先進国と比べれば見劣りをねすると思います。で物価も徐々に上がっていて、税金は政府公務員の都合でね、どんどん増税していくと思いますし、まあ、本当に生活しにくい、新しい産業を作ってもらって、新しい雇用がこう生まれてくるわけですから、まあ、イノベーションというのは非常に重要じゃないのかなと思います。まあ、そうは言ってもですね、日本の場合はこう変化のしにくい国ですから、まあ、なかなか期待はできませんけども、まあ、もうちょっとこうビジネスのしやすい環境を整えることで、まあ、雇われる側の人ではなくて、雇う側の人間にもっと来てもらった方が、まあ、地元の経済としてはね、プラスになるのかなと思います。まあちょっと待って、今バスが来てる。まあ、一応去年の4月から高校の家庭科で、かは分かりませんが、まあ、もうちょっと時代に合った形に、変えていった方がいいのかなと思います。まあ、英語教育も一応小学校からやってるみたいですけども、話ができないと、やはり世界には通用しないと思いますので、まあ、個人的には英会話教育にもっとね力を入れた方がいいのかなと思います。あとはやはり、浜松は浜松のやり方があると思いますし、まあ、そうは言ってもその若い人たちの望むものは全て東京にありますので、まあ、ないならないなりにね、やっていかないといけませんし、まあ、仕事をするのは東京でもいいと思います。なのでその憩いの場所としてもっとアピールをするとか、差別化を図っていかないと、まあ、ますます人口も減ってしまって、特に地方の中小企業の給料というのは非常に安いですから、まあ、カナダとかアメリカの場合はアルバイトだけでもね、月60万80万稼げるということなので、まあ、社員でも20万前後というのはかなり、見劣りをするのかなと思います。まあ、なので、今ある産業では本当に限界の範囲内ではありますが、全面的にサポートして、まあ、起業家にもっと興味を持ってもらえるように、訴えかけていきたいなと思います。まあ、落選中ではありますが、前例にとらわれないような政治を目指して、また4月に向けて、
とにかく寒さにもね負けずに頑張っていこうと思います。ということで今日一日お疲れ様でした。まだ昼ですけども、また後で、All right guys, thank you for watching. Stay tuned, see you there. See you tomorrow. やら、よろ。バイ、じゃあね。